かで行わない。それさ、手ぶれしてさ、見れたもんじゃないじゃない。それがこのジンバルで。のなんとかって最初入るあのバンダイのとこ、ヒーローショーなんかのヒーローショー。公認カタログ売り場だって。すみません、両替ってどこでできます？両替地区に。ああ、すみません。あ、向こうにあったんだ。
あ、同じ色だ。どっちがいい？どっちだろう。Thank you.
ってくれる。どこに並んでればいいですか。こちらの方で大丈夫です。スタンドドアかなんかしませんか。写真を撮ってよ。わかんないって感じですね。はい、あれば。ありがとうございます。
こんにちは。こんにちは。触ってみる？はい、どうぞ。ダンゴムシのコーナーです。どうぞ、触ってみてください。こちら、開発者がなんと2年の研究に研究を重ねて、ダンゴムシが丸々様子をですね、忠実に再現したおもちゃとなっています。ガチャガチャからもコロッとこのまま丸い形でありがとうございます。出てくるので、とても可愛らしい、ここが人気のポイントとなっております。どうぞよかったら触ってみられますか？シマのダンゴ。こんにちは。大きいダンゴムシと小さいダンゴムシ。よかったら触ってみれます。触ってみます？どうする？ありがとうございます。触らせてください。あ、やわらかい。リアルさもありつつ、可愛さもありつつみたいな感じで、これはすごい、はい、ありがとうございます。来週からですか？はい、来週からですか？再来週から6月の50日から販売になります。日曜日からそうですね、そのくらいですかね。はい、ありがとうございます。モノワイドどうぞ。どうですか？ありがとうございます。そして上半身の筋肉、今日のセンサーの波動を繰り返し行い、理解を深める。最後、角度を作り上げ、呼吸テストをして完成。完成後はロボットの操縦はもちろん、オリジナル構図やモーションの作成、ブロックプログラミングの更新ながら学べます。ロボットの大きさは約30センチ、重量は1キロ以上、全身16個のサードウォーターを搭載し、複雑なモーションを構築可能。モーションを影響させたサドリングの最新設定は、トリセンサーとジャイロセンサーによって名刺配ってくるね。どこにある付属の空間には、今度どんどん進めちゃう、特性するパーツに関する進めちゃう、ね、ハードまた、ジオテクニックスやパソコンは可能です。お手持ちのスマートフォンやタブレットやプログラム学習などを変えることが可能です。
対象で RS93 入団から3番目魂上の商店に来て10人見て